吉松茂太郎昭和10年1月2日は日本の海軍軍人、海軍大将。名は、も、太郎と読む場合がある。戸佐中村藩士、後裁判官となった吉松麻也の長男として生まれる。父が自邸に漢学塾を開いていたことから監視の素養があった。藩高地道館、海正学校を経て明治13年に海軍兵学校を卒業し、 少尉候補生を経て、明治16年に、少尉任官。明治18年、防護巡洋官、何和の開港委員となり、イギリスに出張し、何和文大使となり、翌年に帰国。明治21年、フランスに留学し、フランス軍官に、実地研究のため乗り組んだり、造兵監督官としてイギリスなどに出張をして、同26年に帰国した。明治十六年に、 高官大島文隊長、翌年に、巡洋艦、吉野文隊長となり日清戦争に従軍した。その後、再開館大参謀、呉陳述参謀、海軍大学校教官、軍令部第一局長、常備艦大参謀長、佐世保陳述参謀長、何和艦長を歴任した。明治34年、高佐護艦長となり、翌年、浅間と共に、イギリスに派遣され、 エドワード7世体艦記念艦艦式に参加した。明治37年、常盤艦長となり日露戦争に従軍、ウルサン沖海戦、日本海海戦に参加した。明治38年、海軍少将、佐世保鎮守不参謀長となり、クレチンジュフ参謀長、第一艦隊司令官を歴任し、同40年に練習艦隊司令官を拝命した。その後、 海軍兵学校校長、海軍大学校校長、竹式洋行部司令官、第二艦隊長官、海軍教育本部長、クレチンジフ長官、連合艦隊司令長官を歴任し、大正5年に海軍大将、翌年に軍事参議官となり、昭和4年に退役した。ありがとうございます。